そういうところにあって、ちょっとさあ、最高に晴れた日にやってきちゃいました。テイクミナンセーのカナダモーイ。はい、ということでですね、今回はなんとミニオクジュニアカップトレッサ横浜杯にやってまいりました。当たり前になってきてるので、ということでですね、今回も4月30日トレッサ横浜で行われているミニオンジュニアカップにですね、レディース部門のレースがあるということなので、今回私はレディース部門に参戦したいと思います。さあ、今回もエアラーバンテマイマシンで、レースを走らせていきたいと思うんですけれども、今回受付を済ましたら65番ということで、もうそろそろな感じですね。というのもね、本当にここだけの話していいですか？トレッサ横浜についてからさ、じゃあちょっとマイマシンちょっと挑戦しますとか言って言って、こうバッグ開けた瞬間にさ、自分のマイマシンがなくて、あれみたいな、入れたはずなのに自分のミニオンクないってなって、本当にこうスタッフさんにみんなに迷惑をかけて、ナイスみたいな、これで今日遊びに来ましたみたいになっちゃって、泣きそうになったんですけれども、そこでね、あたふたしている中、よーくリュックのバッグの中を調べたら、ちゃんと来てましたよ。そんなね、置いてかれるもんじゃないと、しっかりとリュックの中に入ってくれていました。今正直それだけでホッとしていますなんですけれども、レースはこれからということで、一生懸命ね、気を取り直して頑張っていきたいと思います。それでは、番号が100番までということで、私65番なので行ってきたいと思います。パワーダッシュにモーターを変えました。もう今日はちょっと暑い天候の中、すごい晴れているので、スーパーハードでタイヤは行きたいと思います。行きましょう。オープンカーみたいに行ってきます。ですけれども、まあ、スピード負けですね、確実に。皆さんレベルが高い、すごいですよ、これは。ここで行く、スピードを出しても出さずにいられない。ありがとうございます。やっぱね、こうスピードを自分的には出していてもですね、やっぱ周りのスピードとはちょっとね、こうやっぱこうエネルギーというか、違うなと、力量がちょっと違うなと思いまして、